林真由美です。はい、オーバーエイジ5歳児の渡辺理恵です。中学3年生14歳の星恵梨香です。今日の物販どういう特徴がありますか？今日は初めて会うお客さんがたくさんいて、すごい楽しく撮影とかさせていただいてます。はい、なんか予定とかありますか？今後告知とか、はい、東京フレーバーって言うんですけど、フレーバーは全国にあって、東京、埼玉、千葉、大阪、神戸、京都、名古屋、福岡や秋葉原などいろんなところにあります。そしてフレーバーの楽曲は AKB48 のポニーテールとシシを作った戸田慎也さんなどに楽曲提供してもらっています。そして7月にはフランスジャパンエキスポ最高ステージに出演するのでします。はい、ありがとうございます。北陸の青い彗星、青にゃんこと空の青空です。オタクという名の選手たちに愛と癒しを届けるため、今日も一日ボンボリます。よろしくお願いします。ということで、青にゃんは本日武道館アイドル博に出撃させていただいております。やったやったということで、青にゃん初の武道館なんですけど、このガトリングシールドちゃんと一緒にぶっ放していきたいと思いますので、ボンボリます。皆様、よかったら青にゃんとバーストしに遊びに来てください。お待ちしております。青にゃんでした。武道館にて冬の動物園初の CD が CD100 枚完売しました。やったー、やったー、やったー。みんな拍手してくれてる。一枚一枚ジャケットから CD に曲を入れるのまで自分たちでやった CD が100枚入れたのめっちゃ嬉しいです。これからもライブ頑張っていくので、よかったらライブ見に来てください。お願いします。流し練
ラ生ビール39歳部長です。イエス、私たちウエスラビッツです。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで私たちの特典会はですね、こちらのラーメン付き CD を売っています。はい、はい、今 CD はですね、あの3色出てるんですけど、こちらが醤油、塩、味噌で、たまに入場特典でこちらの担々麺とかね、つけちゃいます。担々麺とか豚骨を配ったりしてます。ぜひぜひ、美味しいんで味もね、はい、ちゃんと中に CD も入ってるんで、ぜひ皆さんゲットしてみてください。頼むよ。そしてデスラビッツはですね、5月の24日に新曲デスマスプリング、そろそろ敬語を使ってみませんかをリリースします。これにはですね、あのラーメンがついてるんですよね。はい、豚骨醤油ラーメンがつきます。イエーイ、美味しいよね。いい、そう、あの極太麺ですごくまたさらに美味しくなっております。ぜひ皆さんゲットしてみてください。以上、デスラビッツでした。ありがとうございました。ありがとうございました。現場で待ってるよ。待ってます。はい、私たち、せーの、ハモガネギを背負ってくるカモネギです。メンバー紹介します。はい、ビッテロ担当入れていこと夏目エリカです。よろしくお願いします。はい、ビビットピンク担当マイプリンこと天音真由です。よろしくお願いします。はい、ビビットパープル担当ゆりぴしこと八雲ゆりです。よろしくお願いします。はい、ビビットミント担当ハニャンことひいらぎはなです。よろしくお願いします。はい、ビビットブルー担当ハルチルこと葵春菜です。よろしくお願いします。私たちカモネギはですね、今あの個人別の時期ホルダーを売っていて、はい、裏表紙がメンバーごとのデザインになっているんですよ。私たちあのカモネギっていう特徴的な名前なので、みんな一人一本ネギを持っているので、ぜひネギで一緒にチキ取りましょうね。待ってます。あー、こんにちは、ティーラです。ユナです。マリノです。リナです。ピピピです。チーピョンです。アヤナです。ミカです。今日のこのブースでは撮影会やチキなどが撮れるブースになってます。ぜひ楽しんでください。遊びに来てください。お願いします。はい、
はい、あとヤニーロクローバージェットのオフ会の前日の5月20日の土曜日なんですけど、ヤムイリさん一人抜けなんですけど、撮影会があるのでもしよかったらそちらの方もチェックしてみてください。ツイッターもぜひ見てみてください。はい、以上、私たちいつ会えなくなるかわからないアイドル週末ヒロインヤニーロクローバーゼットでした。ありがとうございました。
淡くで元気な高校1年生アイラです。お願いします。はい、メンバー1食べることが大好き、よそこい大好き少女、黒髪天使のアンです。よろしくお願いします。前髪くるりん、うさぎの前は洋楽大好き、まゆかです。よろしくお願いします。音楽が唯一の私の取り柄、歌もピアノもトランペットもできちゃいます。毎日作詞作曲してるはるひです。よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。5月24日に ZEP 東京で単独公演奇跡の旗が開催されます。イエーイ。はい、こちらチケットピア、ローソンチケット、 E プラスのプレイガイドでも販売しているんですが、物販でもチケットが販売していますので、少しでも興味のある方は ZEP 東京遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、私たちアイスのように届ける妖精エルフロードでした。バイバイ。遊びに来てね。
初の、モルさん初の、はい、ミニアルバムになっております。はい、こういったので今日一生懸命頑張って一般していきたいと思います。なんかファッションがすごいですね、これね。そうですね、スチームパンクと女子高生を掛け合わせているので。はい、これ銃はいつもなんか使ってるんですか？ライブ中とかにちょっと出したりして使っちゃってます。テラスをコンセプトに日々ライブのことをカウンセリングと呼んで診察活動を行っております。今日この武道館では、カウンセリングライブをしました。はい、はい、私たち結構ライブを毎月たくさんやってて、あと浦和ナルシスで毎月主催をやっていますので、ぜひぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、公式ツイッターぜひフォローしてください。それでは私たちバコンドールズシンドロームでした。ゲットしてない人はぜひゲットしてください。はい、そして5月28日に、
メハンツアーファイナルを伝えおいしさにて行います。今現在チケットも売ってるので、興味ある方ぜひお越しください。お願いします。お願いします。もう一つ告知をさせてください。あかね原宿は東京アイドルフェスティバル2017出演決定しました。イエーイ。初めてのフェです。
にレイレイのイはちっちゃいです。よろしくお願いします。レイレイ。はい、ということで、はい、私たち5月25日にワンマンライブがあります。イエイ。見どころは、見どころはいつも歌ってる曲もちろんするんですけど、いつもしてない曲やカバー曲もやったりして、見どころいっぱいの時間になると思うので、ぜひ来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。